どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日は江戸時代文化の絵画ということで、まあ、リンパを代表する、まあ、尾形光琳先生ということが、まあ、いらっしゃいましたよということになるわけなんですけど、この尾形光琳先生のですね絵は次回以降松井先生が模写いたしますので、楽しみに見ていてほしいなというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、ということで絵画の代表ということでリンパ、尾形光琳がまあ主催してますよということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。